はい、今緊急で動画回してるんですけど、本日、東京都心の気温、何だと思いますか？今日10月4日ですよ。うん。正解は 30.4 度です。10月としては、約5年ぶりに、真夏日の10月としての真夏日の日数2日以上に、なりました。まあ、周辺の、横浜とかはギリギリ 29.8 度とか、まあ、埼玉とかだったら、まあ、普通なんか埼玉とかそっちの方が上がるようなイメージなんですけどね。埼玉とかだったら、そんな今日は上がってなさそうな気がするんですけど、それでも 27.7 度。うん、まあ意外とそこまで上がらなかったんですが、まあいずれにせよ、30度をまあ超えていなかったところもね、まあ関東では確かに、まあ半分以上だと思うんですが、それでも、東京都心、そして、千葉県千葉市、茨城県の水戸市では、まあその他のところもね、30度を超えたところをね、中にはあると思うんですけど、本当にこの時期になっても、30度超えで、それに加えて、まあ、9月、先月、ものすごい凄まじいあってはならない暑さ、ありましたよね。それに上乗せして10月も2日、もう真夏日が続いている。で、9月も、もう、25日ぐらいまで、少なくとも夏日は止まんなかった。うん。まあ、それでも、まあ、大半が30度以上でした。で、それに加えて10月、2日、真夏日の回数、この1日から4日の時点で、半分以上は、まあ、真夏日のね、日なんですよ、東京都心は。まあ、千葉もそうだね。うん。いやー、これもう本当にね、嫌なことが本当に思い通りに起きてる。うん。ね。もう、ね、ここまでね、っていうかね、前の日もね、30度いってなくても、うん、蒸し暑かったんですよ。25度前後ぐらいでも。でもその蒸し暑い日が、もうずっと止まらず10月になっても続いてるわけなんですよ。うん、まあ、ちょっと自分が、病気だったらごめんなさい。うん。それは申し訳ないんですけど、うん、いずれにせよ、平年より高い日が、もうかなり続いている。まあ30度を超えた時点で、もう10月として、もう記録的な気温っていうか、これ平年より10度近く上回ってるんですよね。うん。まあ、今の時間、これね、6時なんですけど、それでもまだね、26.6 度ありますからね。しかも最低気温がものすごい高いですよね。22.3 度。いやー、これもね、まあ、1位ではないんですけどね。それでも10月にしてはものすごい高い。なんかね、もう完全にね、季節1ヶ月ずれてますよ。うん。まあ、9月がね、7月だとして、今、本当になんだろう。7月の初めか、6月の後半ぐらいの感覚なんですよ。うん。おかしいよね、10月なのに6月みたいな感覚って。いや、なんかね、秋自体がね、もうまさに初夏っていうね、まあ、そういった状態なんですよね。うん、で、何今年はラニーニャ現象、うん、で、まあ、冬はね、一気に冷え込むっていうね、もう本当に体調を崩す、うん、ね、まあ、ちょっといい、ね、話戻るけど、うん、10月に実は2日以上真夏日って、この動画活動を始めてから、うん、初めてなんですよ。で、もしね、去年とか、そのね、動画活動始めて、2018とか2019年とか、
まあ、動画がすでに始まったと、始めたとしても、うん。うん。それだったらね、もう結構ね、同じようなことに言ってたかも、ね、知らないですけどね、うん。2018年なんて、2日でもう、25度未満の日とかね、雨降ってね、うん。まあ、全体的にね、ね、今年ほど全然ね、涼しかったですよ、はっきり言って。うん。2019は、まあ、ね、まあ、トップに入るぐらいなんですけど、それでも25度超えのね、平均気温が。で、まあ、9月に入って、初めて25度しまった日も最高気温が、それがね、13日とかだったんで、まあ、そこそこ遅いっていうかね、うん、まあ、赤信号に近い黄色信号っていうような状態だったんですけど、うん、もう今年はもう完全に赤信号ですよね。うん、それを例えると。うん、いやしかもこう、ね、まだね、これ週間天気を見たらね、これね、7日ちょっと怪しいと思うんですよ。7日ちょっと曇ってて、なんか日が差したら、ね、これもまた30度いくんじゃないかなっていうような予想なんですよね。うん。まあ、俺がこれがね、これね、7日ね、予報これ発表するんだったら31とかにしてたかもしれない。うん。で、まあ、確かにね、暑さは収まるかもしれないけどね。これもまたちょっと上がって30度以上いくんじゃないかなっていうのはね、それも否定はできないんですよ。むしろね、今日ね、大阪とかそっちの方が涼しかったんですよ。大阪とか名古屋とか。うん、ね、まあそれでも26度とかね。うん、まあ、5日6日以降28、29度ってね。で、6日はね、大阪の方に30度ね、行ってるし、まあ、広島は30度。で、ね。6日も九州行くんじゃないからね。ちょっとここら辺はまだちょっと怪しいような気がするんですけどね。で、ですね。なんと、驚きな、ね、ことが、ちょっと、起きまして。これね、なんと大阪の今年9月の最高気温1位を更新したんですが、これもちょっとね、自ら言わないけど、自ら言わないっていうか、うん、まあちょっとクイズみたいな感じで、何度だと思うんでしょう、平均気温。ヒント、ものすごい高いです。うん。1位です。9月で1位。去年よりも平均気温が高い。正解は、もうちょっとこれ見てある通り、28.6度なん、ん ?28.6度なんですよ。いやー、9月って秋なんですか?秋じゃないよね、これ。完全夏だよ。もう真夏だよ。ね、真夏っていうかこれ猛暑だよ。うん、大阪でもこれ8月で 28.6度出してるっていう想像しても、うん、暑いっていうレベル。うん、で、大して4月と変わんないんですよ。9月で28度超えって、もう、南国じゃないんだから。ね?いやー、これもう、本当にひどすぎるよね。今年の、もう、死ねって言ってるもんだよね、これもう。いやー、もう、これはもうちょっとね、もう、毎日これ30度超えなんですよね。止まらず。っていうぐらい。
で、22日に29.7度、あ、まあまあまあ落ち着いた、うん、やっと真夏日から解放された。で、それ以外はもう大半が30度超え、うん、23日も 28.8 度、 29.6 度の日、うん、最高気温下がってもう27度台だったんですよね、ずっと、うん、27度以上、29日、うん、もう9月のね、もう最後の、もう10月に、ね、迫るところで 27.1 度で、最後の日 30.6 度。うわー、もうこれはもうちょっと、しかもね、19日になっても平均最低気温が 28.8 度。これさ、大阪でも、9月前半くらいの気温じゃないですか、前半か中間くらいの気温じゃないですか、その最低気温が9月の半ばとか 前半と、うん、同じぐらいの気温なんですよね、最高気温が、うん、最低気温が9月前半とか中頃ぐらいの最高気温に相当するんですよ、これ。いやー、ちょっともう、これはもうひどいな。救いようがあるとしたら、まあ、2、4日ですね。これ、34.1 度あったけど、23.9 度、24.8 度。これでも、ね。もう、日中は、これだけ気温が高いっていうことですから。しかも、それに加えて、もう雷の日がね、もう、猛暑の日で、9月で猛暑です、雷なんて。なんだろう。本当に季節を疑いますよね。いや、本当にね、もう、大阪に暮らしてる人は非常にかわいそうっていうか、もっと西側ではね、福岡の太宰府では、9月の後半までずっと猛暑日がね、記録的に続いていたわけですから、やっぱり今回はっていうかね、もう本当に西日本の人は特にかわいそうな、そんな9月っていうか、そんな残暑でした。はい。で、今もね、まだまだ真夏日の予報ありますよ。で、まあ、さっきもね、見てた通り、30.7 度、31.7 度、10月2日に入っても、まだ30度以上の日が続いてるってわけなんですよね。あー、もうこれひどいよ。これもう本当にね、嫌がらせのような圧にしか見えないですよね。いやー、もちろんね、1位ですよ、これ。平年よりも 3.4 度近く高、4度近く高かったからね。で、もう3年連続して25度超えですからね。あ、よい、え、うん、もうもしかして4年連続かもしれない、4年連続、5年連続かもしれない、いや6年連続かもしれない。だからなんかちょっと2021年ちょっと怪しいかもしれないけど、はい、 24.8 度だ。でもそれでももう近年のね、大阪の9月見たら 28.2度、 27度、25度超えが当たり前なんですよ。ねえ。ちょっともう、勘弁してよっていうかね。いやー、もう、どうやったら、こんなに、暑くなるっていうか、もうどう見てもこれ気象兵器の問題ですよ。まあもう
総裁選ありましたよね、この間。9月末ですけど。もう、こう、それで、石破になって、で、もうなんか、高市さんがね、結構争うような感じで、高市さん結構もう、ね、今日上がってて、で、そっからね、なんか覚醒したかのように石破が当たってしまいましたからね。もう、その石破が当たった上に、もう、株価とかも下がってるね、わけだし。で、もうその石破の当たったことの罰みたいですよね。もう、10月に入っても、真夏日が続くっていうことは。いや、このね、真夏日、俺、もうこれ予測すると、11月も続くんじゃないかなって、ちょっとマジで思うんですよ。はっきり言って。忘れた頃に真夏日が来るっていう。だからもう一等も真夏日になる可能性もゼロではないでしょ。まあ、関東からね、関東とかも、もしかしたらあるかもしれない。いやー、もうちょっと異常ですよ。もうなんか生まれてきて初めてですよ、当然。で、誰もがそう言うと思う。今回のこの暑さ。ね、もう毎年毎年、もうこういうようなね、ね、もう猛暑予報とかそういうのね、あげるのをね、なんかもうやりたくないですけど、ここまで俺は怒りたくないけど、そんな気象現象について怒るもどうしようもないですけど、本当に、体調崩すっていうか、いやー、なんか10月に入ってもなんか全然ほとんど秋を感じないようなね、そんな状態ですよ。いやー、来年のね、夏はどうなんでしょうかね。でも初真夏日がね、そんなに深刻な状況ではないんで、それを考えたら、やっぱり温暖化しない、それを考えたら気象兵器の問題じゃないかなってね、思うんですよね。常に一方向上がってるわけではないし、冬は寒くなるんでした、まあ、その温暖化で寒くなるっていうのもね、その説もあるかもしれないけど、俺は違うと思うよ、これは。まだね、厳しい暑さ、ね、西日本とかね、まだあると思うんですけど、西日本も関東もあると思うんですけど、ね、引き続き体調管理には気をつけましょう。ご視聴ありがとうございました。